日本三大妖怪大紹介。酒呑童子、京都の大江山を根城にした鬼の総大将、強い法力を持ち平安の世で暴れ回った。騙し討ちによって源頼光に首を切られたが、その時鬼は卑怯なことはしないと頼光の兜に首だけで噛みついた。玉物前、アジアの国々を魅了した九尾の妖子鳥羽上皇を騙し暮らしていたが、陰陽師に見破られた。討伐軍によって命を落としたが、姿を大きな石に変えた。その石は殺生石と呼ばれ、毒の霧を吐き続けているという。大竹丸、鈴鹿山に住む鬼人、黒雲雷鳴暴風雨、さらには火の雨を降らし、3万人の討伐軍を返り討ちにした。追い詰められた際は30メートルの大きさになり、何百もの氷の剣や矛を投げつけた。強すぎる。ちなみに日本三大妖怪はもうワンパターンあります。それは昨日の動画で。怪異妖怪専門チャンネル深掘り動画も投稿予定。登録よろしく。